はい、どうも皆さん、こんばんは。新日本プロレスの NJPW ボーイこと N ボーイと申します。本日はですね、まあ、つい先ほどね、終わりました1.14三ノ瀬大会で、まあ、いろんなね、こう、サプライズがたくさん起きたわけではあるんですけど、その中でも、まあ、特に、まあ、びっくりというか、ビッグサプライズの、一つが、今、まあ、右上にあると思うんですけど、まあ、この4.12の、まあ、シカゴ大会。これもまあ新日本プロレスのかなりの、海外のビッグマッチではあるんですけど、まあ、こちらのカードがまあ2試合決まったんですよ。それが、まあ、上が高橋宏夢選手 VS、ムスタファ・アリ選手で、もう1つが、内藤哲也選手 VS、まあ、ジョン・モクスリー選手というちょっととんでもない2試合がね、早速決まってしまってるんで、今回まあこの2試合についてね、話していこうと思います。で、まず上の高橋宏夢選手 VS、ムスタファ・アリ選手なんですけど、まあ、これは三ノ瀬大会中に、まあ、急にこう VTR が流れまして、まあ、ムスタファ・アリ選手、この方はですね、元 WWE のレスラーで、2023年の9月に、まあ、こう解雇されていたんですよ。なんかこの方は、一応2016年かな ?2016 年に、WWE の、クルーザー級のね、クラシックにパキスタン出身のレスラーとして、まあ、参戦をすると。で、その後ずっとこう対戦してて、2019年には、中村慎介選手とも、WWE のインターコンチネンタル王座をかけて戦ってもいるんですよ。だからこの方やっぱ非常にプロレスが上手くて、もうクラシ、あのー、向こうの、ジュニアヘビー級の中では本当にトップクラスに、まあ、試合ができるプロレスが上手い、レスラーっていう評価みたいなんですけど、どうもなんか2021年頃から、まあ、こう WWE に対談したいっていう対談要求を、されていたみたいなんですけど、まあ、当時のオーナーでもあった、社長でもあった、ビース・マクマホンさんからちょっとまあその要求を、拒否されていたと。で、2023年の9月に、まあ、WWE を解雇されて、フリーになっていた、ムスタファ・アリ選手という方がついに、今回、まあ、新日本プロレスの高橋宏夢選手と対戦したいということを、まあ、今回 VTR で、送りつけたわけではあるんですよ。はい。この WWE を退団後は、なんかこういうなんか政治家的なキャラクターで、なんかこうやってるみたいなんですけど、その VTR っていうのもなんかこう政治家みたいな感じで、まあ、演説をするようなイメージで、高橋宏夢選手に対して挑戦表明をしていて、まあ、最後の方とか日本語で、なんかもうお前の時間は終わりだみたいな、多分こうタイムボムにかけた煽り文句をしていたんで、非常におしゃれな煽り VTR だなっていうふうには個人的には思いましたね。で、高橋宏夢選手というのも、まあ、このムスタファ・アリ選手の挑戦表明に関しては、まあ、なんですかね、こう自分の X の画像で、画像とまあコメントで、よーい、OKOK、イエーイみたいな感じですごいテンション上がってたんで、まあ、この2人のシングルマッチはめちゃめちゃ楽しみですよね。で、この4.12に、まあ、ムスタファ・アリ選手とヒロム選手が対戦するってことは、これまあ、真っ先にまず思いつくのが、まあ、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアですよね。この4月の次の、まあ、5月とかに、5月か6月ぐらいに開催されることが多いんで、これムスタファ・アリ選手はベスト・オブ・ザ・スーパージュニア来るんじゃないかというところが、まずちょっと僕は思いましたね。うん、まあ、ヒロム選手とムスタファ・アリ選手の試合はおそらく、ノンタイトルだとは思うんですけど、やっぱ高橋宏夢選手相手に、まあ、どれぐらいの試合をするのかというところを、まあ、このムスタファ・アリ選手が見せつけて、で、その結果、あ、やっぱアリってすごいな、ムスタファ・アリすごいなってことで、まあ、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに参戦するという流れは、まあ、かなり綺麗なので、まあ、今年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアはちょっともしかしたら、とんでもないことになるんじゃないかと。ムスタファ・アリ選手参戦だけでもだいぶやばいとは思うんですけど、まあ、このベスト・オブ・ザ・スーパージュニアにも、まあ、期待が持てる。そんな、シングルマッチというのが一つね、三ノ瀬で、ごめんなさい、シカゴでね、決定したわけではあるんですよ。で、まあ、そんなジュニア特大ビッグカードもあるんですけど、もう一試合決まったのが、これがもうシングルマッチで内藤哲也 VS、ジョン・モクスリー。もうこれはおそらくメインでしょうね。はい。もう他のカード見なくても大体わかるんですけど、まあ、このシカゴ大会は、メインイベントこれでしょうね。内藤哲也 VS、ジョン・モクスリー。はい。これはね、超ビッグカードですね。で、この2人実はね、過去に1回新日本プロレスの、まあ、リングでやってるんですよ。それが G1 クライマックスですよね。G1 クライマックスで、
当時そのジョン・モクスリー選手が G1 に初出場して、で僕この試合ねすごい覚えてるんですけど、あのモクスリー選手初出場して、あの開幕からもう5連勝4連勝ぐらいしてたのかな、まあ、単独トップずっと独走してたんですよね。でモクスリー誰が止めんだって時に、ジョン・モクスリー VS、まあ、内藤哲也っていう試合が行われて、なるほどモクスリーは、まあ、ここで負けるのかと、内藤選手に、まあ、ちょっと連勝をね止められるのかってことを思ってたんですけど、まあ、まさかに内藤選手にも勝利して、モクスリーが超単独有利で、まあ、このままブロック突破するんじゃないかっていうぐらいの勢いをまあ持っていたと。まあ最終的にモクスリー選手でそこからね、矢野選手に負けたりとかいろいろあって、まあブロックは通過できなかったんですけど、そのやっぱ内藤選手とモクスリー選手のは一回 G1 でやっていて、まあその時は、モクスリー選手がまあ勝利してるんですよね。で、そんな二人がですね、今回モクスリー選手というのが、高木慎吾選手との壮絶な、デスマッチ、ノーDQルールを制した後に、まあマイクを持って、まあ内藤選手に対してこう挑戦表明をすると、もう時は来たと。今はね、2024年時は来たと、なんかどこかの橋本慎也選手みたいな、言葉を使って時は来たと、俺は次はね、内藤哲也だ、今の俺の頭の中に浮かんでるのは、内藤哲也だみたいなことをまあ宣言されると。で、モクスリー選手というのはこのバックステージコメントでもこんなこと言ってまして、内藤選手について、まあ、お前については別に、ネガティブなことは言わないと。お前が一体何を支持して、お前がね、どんなレスラーで、まあ、どんな人間なのかと、別に言う必要はないと。ないと、ただ、お前は間違った場所で、間違ったタイミングに、いる間違った男だと。登るべき山はあと一つ、時は来たっていう風に。これはなんですか、やっぱ時は来たっていうのは、橋本慎也選手の言葉を拝借されてるんですかね、モクスリー選手は。モクスリー選手はね、結構日本のプロレス好きみたいなんで、結構それ拝借してる気もするんですけど、まあ内藤選手に対しては別に、悪い感情はないと。悪い感情はないんだけど、まあでも、まあお前は間違った場所にいると、まあちょっとタイミングにいるから、まあ俺がぶっ潰してやるみたいな、ことをおそらくモクスリー選手は、まあ言ってるのかなっていうふうに思うんですよ。で、これがですね、面白いのが、そのモクスリー選手がまあ内藤選手に、内藤選手っていう名前を口にした、もう5分後ぐらいですか ?5 分後ぐらいにもう、4.12 シカゴで内藤哲也 VS、ジョン・モクスリーがもう決定してしまうんですよ。これ絶対早すぎんだろと、あまりにも、スピード決定すぎんだろと。いやさすがこれは海外と言った方がいいんですかね。日本だってねどうしてもなんかこう決まるのにゴタゴタする印象があるんですけど、もう海外は即決ですよね。もうモクスリーがやるって言ったらもうやりますやりますって感じで、内藤選手の返事聞かずにやりますっていうまあ感じで、これ内藤選手がどんなこと言うのかなって楽しみにしていたんですけど、なんとですね内藤選手 X でこの件について触れていて、まあ、内藤選手こんなこと言ってるんですよ、これですかね、はい、おはようございますと、今起きたばかりで、理解できないので点々ってもう少し寝ます、おやすみなさいというね、はい、内藤選手はちょっと あまりにも早すぎる決定でちょっと現実を受け止めきられずにね、二度寝をしてしまったわけではあるんですけど、まあこの試合は本当にね見どころ満載だと思いますね。うん、まあ、G1 の時一回やっていて、モクスリー選手勝利はしているんですけど、なんせ今の内藤哲也選手って、まあ、現役の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンなんで、まあ、今新日本プロレスで一番格が強い、格が高い強い、まあ、レスラーだとは思ってるんですよ。ただ、ことジョン・モクスリー選手って、まあ、このアメリカ大会においては特にジョン・モクスリー選手ってほとんど負けてないんじゃないですかね。ほぼほぼ無敵に近い、戦績を誇ってるぐらい、やはりジョン・モクスリー選手というのも、まあ、相当格が高い、レスラーなんで、この一戦一体どうなるのかというのは非常に、気になりますよね。でももしこれ仮に、じゃあ内藤哲也選手はこの 4.12 までにも、IWGP の、世界ヘビー級のベルトを持っていた場合、この一戦っていうのが、まあ、ベルトマッチにこう変更になる可能性も、まあ、もちろんあると思うんですよ。今のところシングルマッチって なってるのはおそらくその内藤選手が、まあ、ベルトを、ね、保持しているからその時分かんないから、まあ、真田選手とかの、防衛戦もあるでしょうし、もしかしたら、その前にも両国で一戦ねもう一回防衛戦するかもしれないんで、そこでもし内藤選手が負けてしまった場合は、まあ、チャンピオンマッチにはできないんで、今シングルマッチで勝手にしてると思うんですけど、もしこれ当日まで内藤選手がベルトを保持していた場合は、もしかしたらこれ 4.12 のシカゴで、まあ、IWGP
世界ヘビー級のベルトをかけて、内藤哲也 VS ジョン・モクスリーが、対戦する可能性もあると。いや、本当にね、夢が広がりますね。まあ、そうなったらさすがに内藤選手負けねえだろうとは思うんですけど、どうなるんですかね。あと、このルールはまたあれですかね、ノーディー級でやるんですかね。ジョン・モクスリー選手はちょっとノーディー級やらせるとだいぶ手がつけられないんで、ここはね、僕なんとしても内藤選手は、ちょっとノーディー級はノーサンキューと。まあ、もう決まったもんはしょうがないからやるけど、さすがにノーディー級はノーサンキューではって言わないと、まあ、今回高木選手みたいにちょっとモクスリー選手にね、負けてしまう可能性が高くなると思うんで、まあ、このシングルマッチも非常に、注目かなと思いますね。はい、というわけで、まあ、この4.12シカゴ大会もすでにカードが2試合決まって、もうこの2試合だけでもだいぶお腹いっぱいっていうか、これ多分あれですよね、上がセミで、下がメインですよね。ほんとそれぐらいの超ド級カードが早速決まったんで、いや、このシカゴもまた楽しみだなって感じはするんですけど、ちょっとね、新日本プロレス最近すごいですね。何がすごいって、元 WWE 選手をめちゃめちゃ呼んでるんですよね。マット・リドル選手もそうだし、ニック・ネメス選手もそうだし、あと今回のムスタファーリ選手と、この元 WWE 選手をこんだけ呼ぶっていうのは、ちょっと新日本プロレスお金大丈夫かと、逆に心配になってしまうぐらい、ちゃんと儲かってますかっていう、まあもちろんそんな赤字で呼ぶことはないと思うんで、もちろん利益が出てるとは思うんですけど、こんな元 WWE 選手を3人も、3、4人も呼べるのは、ちょっと本当に新日本攻めてるなっていうか、結構海外戦略は、海外戦略は一旦置いといて、国内の方に力を入れていくのかなっていうふうに、棚橋新社長の会見聞いていたら思っていて、逆にそのアメリカではなくて、まあそのアジアの方に力を入れていくのかなっていうふうに思ったんですけど、いやいや、全然これ、アメリカの方にもめちゃめちゃ力入れてますよね。これ、むしろ昔よりも、むしろ力入れてる感じがするんで、いや、これは凄まじいですね。まあもちろん、ウィル・オスプレイ選手が抜けたりとか、まあタマトンガ選手が抜けるんじゃないかとか、あとまあコナーズ選手とかコグリン選手のね、あとまあゲイブ選手の契約が消えるんじゃないかって話もあって、もしかしたらこの外国人選手が大量に、抜けてしまう可能性もあるから、もうそれに向けた早めの、外国人選手の補強って意味ももちろんまああるとは思うんですけど、まあそれにしても本当にね、これだけの選手を新日本に持ってこれるっていうのは、さすがこれはニュージャパンブランドというか、これはね、本当に、国内でできるのはマジで新日本プロレスだけなんで、いやー、ちょっと僕みたいなね、外国人選手好きな、ファンからすると、まあ、たまらない展開かなっていうふうには、まあ、個人的にはね、思いました。というわけで、今回はね、4.12シカゴ大会があまりにも豪華すぎんだろうという話をね、してきました。はい、もう今から本当に楽しみでしょうがないんですけど、まだまだね、今3ヶ月ぐらいですか、先の話なんで、まあ、これからもね、新日本プロレス国内大会を見つつ、まあ、この4.12シカゴ国外大会もね、楽しみにしていきたいと思います。というわけで、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。グッバイ。